メキシカンリーグのディアブロス・ロホスデル・メヒコ、メキシコシティ・レッド・デビルズでプレイする安楽智博投手が、首位を走るチームのブルペンを支えている。今季は53試合を消化しチーム1位の29試合に登板している。写真、すみませんでした、監督の前で号泣する安楽。すべて9円登板で0勝1敗3セーブ、防御率3.21。 平凡な成績に見えるが、本拠地には特殊な事情がある。メキシコシティにある球場は、標高2240メートル超の高地。クアーズフィールドよりも高く、通常よりも打球が飛ぶと言われる。そんな中、29試合はチーム1位の登板数。リーグ全体で見てもトップと2試合差だ。チームは42勝1敗の勝率。 792で2位21ゲーム差をつけて首位を独走中。安楽の貢献度も大きく、5月25日、日本時間26日、には救援にも出場した。安楽は整備高、愛媛から2014年ドラフト1位で楽天に入団。通算231試合に登板した。昨年11月に複数の選手がハラスメント行為を球団に訴えたとされ、 12月1日に NPB から公示された各球団の契約保留者名簿に記載されず退団した。